オルトメディコ研究開発部よりメタボリックシンドロームの解消に向けてというテーマでお話しさせていただきます。まずメタボリックシンドロームの診断基準とどのような状態をメタボと呼ぶのかについてお話しいたします。そしてメタボ解消についての一試験で有効性が示されたローカロ生活を用いた有効性試験についてお話しいたします。あら、思わず自分のお腹を見てしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。見た目的にもなんとか引っ込めたいと努力されている方も多いでしょうが、早くなんとかしないと、もしかするとメタボ予備軍に入っているかもしれませんよ。ではメタボリックシンドロームとは一体何でしょうか。直訳すると代謝症候群となりますが、2008年にメタボ検診が始まりましたので、メタボという言葉はよく耳にするかと思いますが、その定義というと知らない方も多いかもしれません。メタボとはただ太っているというだけではなく、内臓脂肪型肥満であるという条件があります。日本肥満学会の基準ではウエストが男性で85センチ以上、女性で90センチ以上を示します。ウエストの条件を満たし、なおかつ高血糖、高血圧、高脂血症のうち2つ以上の条件に当てはまる場合をメタボリックシンドロームと定義しています。ではメタボと診断されたらどのような危険性があるのでしょうか。そもそもメタボそのものには痛いとか辛いといった自覚症状が少なく、内臓脂肪が多いことで糖や脂質の代謝に異常が起こっている状態です。しかしながらその状態で放置していますと合併症を引き起こしやすいことが知られています。その中でも特に怖いのが動脈硬化です。動脈硬化になると脳梗塞、狭心症、心筋梗塞といった命に関わる病気を引き起こす危険が高くなります。2006年の厚生労働省調べによる日本人の死因の割合を見てみますと、1位はがんですが、2位が心筋梗塞、狭心症などの心疾患、3位が脳梗塞や脳卒中などの脳血管疾患です。2位の心疾患と3位の脳血管疾患を合わせると全体の死因の 28% を占めることになります。つまりメタボの解消を心がけることがこのような死亡数の多い危険な病気から身を守ることにつながるというわけです。それではメタボを予防するためにはどうすればいいのでしょうか。基本的なことですが、運動習慣をつけることと食生活を改善することです。運動では特に内臓脂肪を燃やす運動を心がけると良いでしょう。そして食生活の改善ではゆっくり食べること、脂っこい食事を避けることに気をつけ、カロリーを取りすぎないようにすることです。言うのは簡単ですが、健康診断の後にメタボを予防しようと思って運動を始める人も多いと思います。ジョギング、水泳、サッカーなど様々な運動がありますよね。でも人間というのはできるだけしんどいことからは逃げたいものです。初めは張り切りますが、 2,3 日後に筋肉痛だから今日は休もうという人も多いのではないでしょうか。私もそうですが、しんどいことは長続きしないものです。そして重要なのが食生活です。
バランスのいい食事も当然重要ですが、摂取カロリーを減らすことも重要です。いろいろな方法がありますが、昔から行われているダイエット方法の一つに単品置き換えダイエットというものがあります。有名なのはリンゴダイエット、ヨーグルトダイエット、こんにゃくダイエット、バナナダイエット、キャベツダイエットなどなどです。極端に3食すべてをこのような食品に置き換えるという過激なダイエットもあるようですが、とてもおすすめできません。このような単品ダイエットでは結局飽きてしまい、さらには栄養も偏ってしまいます。また女性の場合、過激なダイエットでお肌がカサカサなんてことにもなりかねません。簡単にメタボ解消といっても、健康を保ちながら長続きできるものでないと意味がありません。そこでオルトメディコでの研究成果として、メタボ解消に有効性が示された方法をご紹介いたします。老化路生活ってご存知ですか？女性の心の満足と贅沢な時間というライフスタイルの頭文字を取った造語で、株式会社アイケンさんという会社が販売している低カロリー食材です。老化路生活の優れているところは、まずたくさんの種類があることです。これらはごく一部ですが、野菜系、海鮮系や和風、洋風などさまざまな味を楽しみながらダイエットに挑戦することができます。雑炊のシリーズだけでも15種類の味がありますので、長期間のダイエットでも飽きずに続けられそうですよね。老化路生活でダイエットするなら、こんな献立はどうでしょうか？忙しい朝は老化路雑炊をマグカップに入れて1分待つだけ。しかもたったの 39.5 キロカロリー。そしてお肌も気になるので、ビタミン C も忘れません。キウイフルーツはオルトメディコの研究で免疫力が上がることが分かっています。こちらの研究についても別の機会にご紹介したいと思います。そしてお昼は仕事仲間と近くの定食屋でハンバーグ定食。ここは我慢せずがっつり食べましょう。こういったメリハリをつけてストレスをためないことも大切です。夜は飲みに行きたいところをぐっとこらえてラーコン味噌味。スープまで全部飲み干しても80キロカロリー。この献立なら1日の総カロリーがたったの 927.5 キロカロリーですから、成人の1日摂取目安量と比べても半分以下に抑えられます。私たちは老化路生活で本当に痩せるの？を検証するために、モニターさんに実際に老化路生活でのダイエットを実行してもらいました。試験期間は6週間、毎日3食のうち1食を老化路生活に置き換えてもらい、その他の2食は普段と同じように食べてもらいました。体重はというと、試験を始める前は平均で 66.8kg あった体重が、3週目では 64.1kg、 6週後では 63.5kg になり、トータルで 3.3kg のダイエットに成功しました。個別データを見ても、全員が6週間で 3kg 程度減少していました。ダイエット経験のある方はわかると思いますが、6週間もの間リバウンドすることなく体重を落とすことは非常に難しいのですが、老化路生活の置き換えダイエットでは大成功だったと言えます。次に血液検査の中性脂肪の結果です。試験前は平均で
126.5mg/dL あった中性脂肪が試験6週後では 73.25mg/dL に減っています。個別データではメタボ基準の中性脂肪が 150mg/dL 以上であった方は6週間後には 100mg/dL 以下になり、変化量がとても大きかったのです。そしてそれほど高い値でない方はあまり変化がありませんでした。ローカロ生活の置き換えダイエットは中性脂肪が高すぎる人の値を下げる効果があるかもしれません。次に腹部の CT 画像で脂肪量の変化を見てみましょう。この方は開始前には内臓脂肪が96平方センチメートルで、皮下脂肪の厚さもだいぶ多いのが分かります。6週間後には内臓脂肪が68平方センチメートルにも減少し、また内臓脂肪の厚さも 1.3 センチから 0.9 センチへと減少いたしました。もう一方見てみましょう。この方は開始前には内臓脂肪が185平方センチメートルもあり、医師のコメントでもリスクを指摘されダイエットを勧められていましたが、6週間後には内臓脂肪が129平方センチメートルに減少し、100平方センチメートルを切るまであと一歩となりました。それぞれの脂肪の厚さも減少しているのがわかります。このようにダイエット効果については検証ができましたが、6週間も夕食をローカロリーな増水に置き換えたことで精神ストレスはなかったの？とお思いの方も多いと思います。この試験では参加したモニターさんにボムスという検査を実施いたしました。ボムスとは気分プロフィール検査のことで、緊張不安、抑うつ、怒り、活気、疲労、混乱といった6つの尺度から気分や感情の状態を測定する心理検査で、心理学の分野でよく使われています。青い枠が検査を始める前、赤い枠が6週間後の測定値ですが、重なり合っていてほとんど変化がなかったことがわかります。つまりは6週間にわたるローカロ生活の機械ダイエットでも精神ストレスは感じていなかったということが分かりました。最後に血液検査の結果です。血中の36もの成分を試験を始める前、3週後、6週後で検査しました。これらはその一部で肝機能や鉄、ビタミン、ミネラルの結果ですが、いずれも問題のあるような挙動は見られませんでした。したがって6週間のローカロ生活置き換えダイエットは栄養面や安全面でも問題がないことが分かりました。これらをまとめてみます。ローカロ生活ならまず低カロリーなのに美味しいからストレスなくダイエットができる。ちなみにローカロ麺はカップラーメンのわずか4分の1のカロリーで楽しめます。次にお湯を注ぐだけですぐ食べられるので、誰でもすぐダイエットが始められます。そして何と言っても種類が豊富で飽きが来ないから無理なく続けられる。以上、オルトメディコで検証した人試験の研究成果として、ローカロ生活への置き換えダイエットによるメタボ解消の有効性についての発表させていただきました。いかがでしたでしょうか。このような有効性試験の結果を公開していくことで、お客様の一助となれればと考えています。試験の内容や費用などお気軽にお問い合わせください。エビデンス取ろうと思い、まず電話。
オルトメディコの鈴木か山下。オルトメディコ。